はい、超一太郎です。なんかね、この痴漢の話なんですが、痴漢で、えー、実刑4年っていう話なんですね。まあ、当たり前、もうこれから痴漢なんて、なんか迷惑条例とかじゃなくて、どんどん実刑にすればいいで初犯で一発実験、まあこの話をね、聞きたいと思うんだけど、あの、去年の9月に都内の電車で、あの、 当時15歳の女子高生のお尻とかを触って、えー、不動性交罪に問われていた無職の男に、懲役4年の実刑判決。えー、裁判長はね、ストレスを解消するための行為として、事故の中心的な事故決定は強く非難されるべきって、よく、ストレスのためってと関係ねえ、お前、ストレスかかっとけって話なんだよね。うん。んこんなの、ずっとストレスにかかってきゃいいんだ、こんなの。 ね。あのー、どういうことかっていうと、女子高生のお尻を触ったり、うん、さらにね、こ,こなんです。あの、変な意味で喋るわけじゃないです。これ大事なポイントなんで、下着の中に手を入れて正規にも触れたっていうことなんです。ここが今回の大きなポイントになってきてます。実験の。えー、この男は2022年からストレス解消するために痴漢行為を50回繰り返していたっていう供述。犯行の日も、駅で、 痴漢の対象物色、おとなしくて抵抗しなさそうな、かつ好みの女子高生を見つけて、乗車する際にその女子高生の後ろにつき、えー、服を着たままからお尻を触って、その後下着の中にまで手を入れたと。で、5分間にわたって、こう、その女性家を触ったということなんですね。えー、男は、この女子高生に対する痴漢で、 それをやってることに気がついた他の乗客から手を掴まれてる。ね。だからよっぽど大胆になったんでしょうね、このバカは。ね。で男は手を振り払い逃走。ね、逃走したんだよ、こいつ。なのに、またその駅に戻って、また再びこの違う、あの痴漢する相手を物色していた。だけど、この日は、もう次の犯行には行かなかったと。 で、この被害に遭った女子高生は、もう恐怖からもう、もう各駅停車しか乗れなくなっちゃった。もうすぐに降りれる。ね。で、もうこの犯罪に、と、に対する重い刑をね、処罰を加えてほしいっていう供述していると。で、このお母さんもね、娘は表面上変わった様子もなく日々を、日常を過ごしています。ただ家族に心配をかけないようにしているかもしれません。 性犯罪は被害者の家族も苦します。犯人はできるだけ長い間刑務所に入ってほしいです。ということで。この、バカはね、この変態野郎は、痴漢の犯行は認めたと。うん。犯行当時、ストレスと欲望を制御できなかったと。ねえ。被害者の気持ちを考えることできなかった痴漢行為については申し訳ない言ってるんだけど、うん。 こんなね。この事件を受けて体調が悪化した自身の父親に対して申し訳ないと。ねでも当たり前だわな。で、休憩が5年。で、判決は4年の実刑。その理由として、えー、まあ、高訴事実を認めている、反省をしている、善科がないことそして被害者と刑事和解をしていることを挙げた。しかし、 初犯の痴漢に対する懲役4年判決はかなり重い。今までの判例から言うとね。うん。性犯罪事件を、こう、今までのやつ見ると、こういう判決っていうのは、ほとんど出てない。実刑判決って。あのち、痴漢っていうことで。性犯罪はあるよ。だけど、これはどういうことかって言ったら、昨年の7月の刑法改正で、なってるわけです。重くなってる。刑法改正は、痴漢のほとんどが、 迷惑防止条例、あるいは強制わいせつ。今は不同意わいせつで起訴っていう形になってたんだけど、今回は、あの、先ほど言ったように女性機に手を入れて挿入する行為があったっていうことも、これを性行為として見ているわけなんです。あくまでも強制わいせつでの起訴になった。ね、前なら。前なら、この指で触るってことも、 あの、いわゆる、成功とみなされない。ごめんなさいね。成功とみなされない。あくまでも昔は、正規じゃないとダメだったりしたわけ。だけど、指だったら強制わいせつで済んじゃうん強制わいせつなら、いくら上限長くても、懲役2年6ヶ月。で、罪を認めてるっていうことを執行猶予になっちゃう。だけども、この7月、去年の7月からの刑法改正で、えー 手の指を挿入するっていうことに関しても成功とみなされる。で、同意しない意思を形成し、表明し、または全うするという意図間がない。うん。だから、よくこの時は、抵抗していないから、あの、応じていたとか、昔そんな風に言われたんですよ。もう、やめてとか、怖いとか逃げれなかったっていうことが同意したって取った時があるの。でも、こん、本当に、 私も何回も被害者の方からとお話をし、あの、文面なれよお話聞くと、もう体が固まって声も出ないし動けなくなっちゃうって言うんですよ。そういうことを、こう決め、こういう判断する男の人たちはわからないんだよ。理、ね、理解ができなかったらそんなこと言ってるのか、もう今はそういうことじゃないと。ね。うん。または、ね、ここで。 予想と異なる事態に直面させ、恐怖させ、もしくは驚愕させること、またはその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕している状況であれば、不同意成功罪が成立するということなんです。だから、要は今難しく言ってますけど、びっくりして動けなくなっちゃってるっていうことだったら、もうそれは、えー、不同意成功罪が成立しますよって。なので、下着の中に手を入れた男は不同意成功罪、ね。 初犯だけども、執行猶予なしの懲役4年、ね。要するに、休憩5年打ったってことは、もう実刑に持ってくってことだからね、これは。うん。ね。当たり前だ、刑務所行ってこいよね、もう。ね。うん。でも、本当に、とんでもない、あの、性犯罪ばっかりのところの、あの、恐ろしい、あの、雑居房に入ればいいの。ね。うん。こんなのは。で、逮捕されるまでに、 痴漢を50回以上やったって。ね。で、えー、警察の取り調べでは言ってるんだけど、裁判では記憶にないって今度は調べっくれてんの。もう最初は逮捕されたとビビって言っちゃってんだけど、後半点ではやってないって言ってるの。ね。うん。もうそんなのね、否認になりませんよ。ね。痴漢する目的で電車に乗ったことがあった。でもそんなにやってないと。やってませんと。 まあ今更そんなこと言ったって変わらないんだけどね。うん。まあね。で、もうあの、反省してるかつって聞いたら、もう、あの、電車に乗らないようにします。どうしても乗らないといけないときは、女性の近くには行かないと語り、ストレス解消の方法として社会保険が趣味のバレーボールをしようと思って、バカなんじゃないかもん。 ねえ、なんか、電気ショック治療とか、うん、そういうふうぐらいなことをもうさせた方がいいの、この、あの、うん、100ボルト電流を流すとか、もう、それぐらいやってらないと、なんかあ、あの、怒りが収まらないな、このね。ち、なんでこううーん。ねえ。もうじ、もう痴漢が、これで痴漢が実刑だよっていうふうに分かれば減ればいいのにね。もう痴漢は実刑。 初犯でも一発実刑。ね。うん。じゃあさ、これいかんよね。そういう、ね。手で触らなければいいだろうとか。それならどうか。うん、なんか痴漢をする気持ちがわからないんだよな。仕組みが俺はわからないんで、この、この犯罪者側の立場に立てないんだよこれに関しては。ストレス解消性行為ってストレス解消にならないだろう。うん。 そもそも、そういうことで考えてる時点が、あのー、頭おかしいんな、な。ねまあ、あんまり冗談っぽく言っちゃうけど、性行為とも、愛を確かめるためにするもんでしょっていうふうに言う。なんか、なんか冗談っぽく聞こえちゃいけないけど、うん、ね。そういうことを、を分かってない。だから、自分の、まあ、性行為と思ってないのか。これは。でも、もうそういったことが性行為としては法律上にはなってるんで、 相手が嫌がろうが応じようが自分が触ったり見たりしたいのか。じゃあ、俺が殴りたかったら殴ってもいいのかな刺したかったら刺してもいいのかなそういう理屈だよね。刑務所でそういう恐ろしい人たちに会ってボッコボコにされれば見えないよ。ね。う無期懲役とかいるような刑務所に入りたいな。こういうのはね。 なんかそういう方法ないのかなっていうふうに思います。はい。はい、皆さん、最近チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう。実は漫画、極道楽園、ね、極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね、URL 貼っときますんで、あの、電子版なんです。ね、本屋さんに行かなくてもいいですよ。 あの、タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうことこれを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たと本当にいい本です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さん、よろしければお買い求めください。以上です。